2020年5月17日、この場のままですね、エレラという木立製の、バラなんですよね。で、信頼かなんか分かんなかったんですけど、800円で売ってて、で、黄色いバラなんですよね。その写真がこちらなんですけどね。はい。で、本当は咲かせちゃいけないけど、どうしても花見たくてね、咲かせちゃいました。ここに咲いていましたね。で、切りました。で、新しい枝がね、どん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 もうね、出てきてるんですよね。なんか、するからじゃないかっていうぐらい、なんか、いっぱい出てきてるんですけど、横から。これなんか支柱立てた方がいいのかな。木立製って書いてあったはずなんだけど、木立製じゃないみたいに気がする。木立製これ大丈夫なのかな、合ってるのかな。はい。で、ソフトピンチをなんだっけ、新しい苗ってなんて言うんだっけ、大株、あ、新株、そうそう、新株の場合した方がいいということで、ちょっとそこ撮影しとこうかなと思って、なんかいっぱい枝が出てますけどね。どん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 花咲かせてましたけど、出ましたよ。これはね、実はヤマトエクさんの肥料は使ってないですね。もう切れてないので。こういうのもでしょ、ソフトピンチって。これも取れないけど、取れないの無理に取らない方がいいのかな。こういうのですよね、こう新しい枝ね。要はこうつぼみをつけないってことですよね、要はね。そういうことでしょ、多分。違うのかな。でもね、これがソフトピンチ。私も本で読んでたけど、私あんまり気にしてなかった、そういえば。新株の方が安いじゃないですか。これも800円だったけど。ネット通販で買ったりとかも今まであったんですけどね、過去。で、新株で買ったからって、そのピンチとかしたことなかった、そういえば。で、した方がいいって言われたから、ちゃんとしとこうと思って、今回は。花も本当は咲かしちゃいけない。分かってても咲かしちゃった。でもちゃんとね、枝は一応出てます。なんか、本当にこれ、木立バラ？一応ね、安い株の、接ぎ木がしてなかったりとか、接ぎ木はしてあったんですよ。テープ剥がしてるけど。そう。大丈夫かな？はい。ソフトピンチしました。もういいかな？もういいね。花は咲かせたが、ソフトピンチはちゃんとする。笠子までした。